新たな経済対策をめぐりきょう自民、公明両党と国民民主党は年収103万円の壁の引き上げなどを明記した与党の修正案で合意しました私ども自由民主党、そして公明党、国民民主党は協議を経て策定された新たな総合経済対策を速やかに実行に移すべくその裏付けとなる令和6年度補正予算について年内の早期成立を期するものと。 ということで確認をさせていただきました三党の政調会長が今日会談し政府が近く決定する経済対策の修正案について国民民主党が求めていた年収1 3万円の壁の引き上げやガソリン減税について検討することを盛り込んだ修正案で合意しました一方これに先立ち三党の税制調査会の幹部も会談し 来年度の税制改正に向け年収103万円からの引き上げの具体策などについて協議することを確認しました年末にかけて財源なども含めて議論する方針です